皆さんおはこんばんにちは、パラカルタのおさちです。今日は新しいハーゲンダッツを3種類買ってきました。で、今日買ってきたのが8月22日発売のソルティーバタービスケットと、9月12日に発売のパンプキンと、今年新しいパンプキンプディングのクリスピーサンドの3種類です。もうかぼちゃ特に去年も出たんですけど大好きなんですよね。今年も出て嬉しいです。じゃあ早速食べていきたいと思います。じゃあまずこちらから、ソルティーバタービスケット。塩、なんかもうスイーツに塩が入ってる時点でこれはずっと気になってたんですよね。もう絶対食べる前から美味しいのは分かってますもん。はい、今回は渦は巻いてません。ちょっと硬いかもしれない。ちょっと硬いですね。わあ、美味しそう。つけてきた。いただきます。バニラアイスクリームの部分がバタースカッチアイスクリームなんですって。で、バタースカッチっていうのはブラウンシュガーとバターなどを混ぜて加熱してカラメル化させたもの。だからなんかちょっと普通のバニラアイスとは違う味わいなんですね。あ、なんかここにビスケットがいます。ビスケットのとこ食べたい。うん、おいしい。これが塩バタービスケットなんですよ。甘じょっぱい感じで塩バターとバニラアイスクリーム、神の組み合わせですね。うん。じゃあ次、今年も来ました、パンプキン。これはね、食べなくても美味しいのは分かってるんですよ。でも食べますけどね。こっちで柔らかくなってきてる。あー、溶けてきてる。いいですね。はい、渦巻いてます。わー、この端のね、わかりますか？なんでかぼたにピントがこっちですよ。このむにゅってなった溶けたとこ美味しいですよね。美味しい。なんか甘ったるくないですよね。ほんのり甘いかぼちゃクリームを食べてるっていう感じで、こんななんかパーティーっぽいんですけど、カップは結構繊細で上品な味わいなんですよ。美味しいですね。北海道産のエビスかぼちゃを使用、素材の美味しさはそのまま。かぼちゃ風味のギュッと濃縮したパンプキンソースがハーゲンダッツらしいリッチな味わい。美味しい。なんか口に入れた瞬間バッてくる感じじゃなくって、口に入れてこうゆっくり舌の上で溶かしながら、かぼちゃの甘みとかがじわーって出てきて、まったり幸せを感じるっていう風なアイスクリームですね。美味しいですね。じゃあ最後、から新発売、パンプキンプティング。私あんまりクリスピーサンド買わないんですけど、ちょっとこれはパンプキンだったんで気になって買っちゃいました。あー、美味しそう。これは今冷凍庫から出したてなんでカチカチです。これ溶けない方がいいですよね。あー、ではキャラメルプティングをアイスにした感じですね。いただきます。何これ、さっきのパンプキンとはまた全然違いますね。こっちの方が甘いです。かぼちゃのチョコレートがコーティングしてあるアイスクリームが入ってて、ベースはさっきのほっこりかぼちゃのアイスと一緒なんですけど、やっぱりプディングなんで中にカラメルソースが入ってますね。こんなに甘ったるい感じじゃなくてほろ苦い感じなんですけど、さっきのかぼちゃとはやっぱり差をつけてる感じしますね。さっきのパンプキンがこう静かにかぼちゃの味わいをじわーって出てくる感じだったら、こっちのクリスピーサンドは食べた瞬間かぼちゃって感じがしますね。ごちそうさまでした。はい、ハーゲンダッツさん、今回も美味しいアイスありがとうございます。どれもすごく美味しかったです。この前はちょっと私の好みでランキングをつけさせてもらったんですけど、ちょっと今回はね、どれも全然違って、どれももう一回食べたくって、ちょっとランキングはつけられないですね。クリスピーサンド好きだけど普段はあまり食べないって言ってたじゃないですか。でも今回のパンプキンプディングはめっちゃ美味しかったですね。なんかハーゲンダッツの期間限定のアイス、いつまでかよく分かんなくて気づいたら終わっちゃうこと多いんで、気になる人は早めにお店に行って買ってください。じゃあぜひ皆さんもハーゲンダッツのアイス3種類食べてみてはいかがですか？今日も最後まで見てくれてありがとうございます。
この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。パラカルタのおさちでした。バイバーイ。